ペンライトの準備の方を、お願いいたします。ありがとうございます。綺麗ですね。すごいですね。おお、すごいですね。テンション上がりますね。ちょっとね、僕が振られてるような感じがします。ありがとうございます。一瞬天国のような気持ちで。そうですね、少々お待ちください。皆様、お待たせいたしました。それでは社長、GM、監督、新加入選手の入場です。株式会社川崎フロンターレ代表取締役社長、武田新平。
それではまずはじめに株式会社川崎フロンターレ代表取締役社長武田新平より皆様にご挨拶申し上げます。武田社長よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。フロンターレの武田でございます。日頃からフロンターレに対しまして、たくさんの支援とご声援をいただきまして本当にありがとうございます。また今日は非常に寒い中このようにたくさんの方にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。重ねて御礼を申し上げます。そして、今日のですねこの会場ヤートロチリオ昭和を貸していただきました昭和音楽大学の皆様、そして先ほどですね素晴らしい合唱を聞かせていただきました昭和音大の卒業生の皆様と朝尾合唱団の皆様、本当にありがとうございました。大変感激をいたしました。スポーツと音楽の街、川崎にふさわしい演奏だったと思います。本当にありがとうございました。すいません、ここからはちょっと着座にてご挨拶をさせていただくことをお許しくださいませ。毎年この新体制発表会見というのを行ってますけれども毎回毎回大変緊張いたします。大きな期待と小さな不安これが逆転してますと大変なんですが大きな期待でございますのでぜひ皆さんご安心いただきたいと思います。さて昨年はですね、キャンプ中の新萌岳の噴火に始まりまして開幕直後のですね東日本大震災、そしてその後の、超大型台風によります洪水等々ですね、非常に自然災害に見舞われた年でございました。お亡くなりになられた皆様には心からご冥福をお祈りしたいというふうに思います。そして、一日も早い復興とですね、被災者の皆様が安寧に暮らせる生活というものを心からお祈りしたいと思います。私たちもこの支援のですね、気持ちというものを忘れないように風化させないように今後とも活動は継続してまいるつもりです。皆様にもどうぞご協力をお願いしたいというふうに思います。次にフロンターレでございますけれども、先ほど市長さんからもお話がありました通りですね、昨年は本当に低迷した年でございました。リーグ戦では11位というふうに大変後退いたしましたし、それからナビスコ、それから天皇杯におきましてもですねなかなかいい成績には出せずに誠に情けない悔しい思いのシーズンでございました。このような成績で皆様のですね期待を大きく裏切ることになってしまいましたことを心からお詫びしたいなというふうに思っております。リーグ戦では8連敗という過去に経験をしたことがないような屈辱を味わったわけでございますけれども、この8連敗によって降格の危機に入ったわけでございます。しかしながら本当にここにいらっしゃいます皆様をはじめとしてですね多くの方の本当に温かいといいますか、熱い応援によりまして、J1 にですね、踏みとどまることができました。本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げます。次に、今シーズンのことになりますけれども、今シーズンは昨年の成績というものをですね、引きずることのなく、優勝を目指して戦いたいと思います。昨年が11位なのに、優勝なんていうのはどういうことだと、なんか夢のようなことを言ってるんじゃないんじゃないという
ってるんじゃないかと、もう少し足元を見て、行きなさいというご意見もあるかと思います。しかしながら、私はですね、志は常に高く持ちたいというふうに思っております。目標を下げてしまいますと、人というのはそれ以上の成長というのはないんじゃないでしょうか。常に高い目標を掲げて、そこにですね、チャレンジし努力することによって、成長していくんじゃないかと、そのように思うわけでございます。そういうことからですね、今年も優勝という目標を掲げて戦ってまいりたいというふうに思います。昨年のチームの解散式の時にですね、このチームの成績の不振というものの原因をしっかりと究明して、今シーズンに向かってですね、それを解決するように、最大限の努力をしてもらいたい。そして、みんなでですね、念願のタイトルを取ろうじゃないという話をしました。このオフシーズンの中でですね、しっかりとそれを考えて、25日から始まる練習ではその課題を解決するために一生懸命やってくれるものだというふうに思っております。それからもう一つ、優勝ということに向けて、大事なことがございます。それは気持ちの持ちよう、気持ちの持ち方であるというふうに思っています。優勝するためにはチームの全員が、クラブの全員が、気持ちを一つにして強い闘争心で戦っていかなければ優勝というのは取れないというふうに思います。個々人がですね、いかに素晴らしい技術戦術を持っていたとしても、それを一つにまとめることができなければ大きな力になることはないというふうに思います。心もそれから体も一つにして、全員のパワーをですね、この勝利という一点に集中させて強い気持ちで、戦っていかなければ、優勝というものは勝ち取れません。今のフロンターレにはそれが一番必要なんじゃないかなというふうに思っております。この思いをですね、一体感という言葉に込めまして、今年のキャッチフレーズにいたしました。ファン、サポーター、それからスポンサーの皆様を含めまして、フロンターレを応援してくださる全ての皆様にも、私たちと一緒にですね、結束をしていただいて、より大きな、一体感パワーとして戦っていきたいというふうに思います。それから選手の補強でございますけれども、昨年の戦いを振り返りますと、決定力の不足、それから失点の多さという課題が大きくクローズアップされました。この課題のすべく、そのセンターラインの強化に今年は取り組んでいます。そしてその役目を担ってくれる、選手たちが今日ここに勢ぞろいをしております。エキサイティングな試合運びを展開してですね、優勝に貢献してくれるというふうに確信をしております。今日後から挨拶もあると思いますけれども、この顔を見ていただければその決意というものが伝わってくるんではないか、そのように思います。それから等々力競技場のことでございますけれども、昨年のですね、新体制発表会におきまして、等々力の改築について具体化をしてくださいということを安倍首相さんにお願いしましたところ、先ほどもお話があったようにですね、今年のシーズンオフからになると思いますけれども、大復帰工事としてですね、メインスタンドの改修に入ります。安倍首相本当にありがとうございました。この慣れ親しんだですね
ね、競技場で戦うのはそういう意味では今年が最後になります。この競技場へのですね、お礼を込めて本当に思う存分戦いたいというふうに思います。それからですね、今まではちょっと、比較的硬い話題をお話ししてまいりましたけど、ここで少し、楽しい話題を一つお話ししたいと思います。それはですね、今年の、ホーム開幕戦の時にどなたを始球式にお呼びするかという。私は簡単にはお話ししません。もちろんですね、川崎在住の方です。それで今はですね、引退されてるんですけども、現役時代にはですね、トップアスリートとして活躍、大活躍、もう大スターと言ってよろしいかと思います。お分かりでしょうか？分からないか。それじゃあ私はこれちょっと独り言を言ってみたいと思います。腹棒、あれは奥さんだったな。間違ったことありますよ。トップアスリートですからね。そろそろ締めといいますか、結びの時間になってまいりましたけども、勝利への執念をですね、皆さんと共に一体感のパワーとして一つに集約をしてですね、優勝に向けて一緒に戦ってまいりたいというふうに思います。それから地域密着の活動、それから被災地の支援活動についても、この一体感の精神で進んでまいりたいと思います。今シーズンもですね、皆様の熱い応援と結束をお願いをいたしまして、私からのご挨拶にいたします。どうもありがとうございました。